こんにちは。現在はマリリアに来ています。MS 東園マリリア。で、マリリアっていうところは非常に野球とソフトボールが盛んで、約150人ぐらい全部のカテゴリー合わせて選手がいます。マリリアへベースボールへ向いと。向いと。マリリアへ向いとジョガドルジベースボール。マイゾンメイドセントイシンクエンタ。マリリアにはこちら大会があると、こういうお店が出て、パステルジオーボっていうのが有名です。パステルジオーボっていうのはパステルの卵で作ったパステルですね。パステルの中に卵が入ってるのが有名です。パステルジオーボジマリリアへムイトファモーゾなので、そう買って食べてみようと思います。ポリソーコンプラレーパステルジオーボ。あ、マイズーマで、あと、バタタフリッタポテトチップスも有名なので、はあ、それも買おうと思います。バタタフリッタタンベンファモーゾポリソーエボコンプラール。あ、最初にパステルジオーボだけもらったんで、エウガニエパステルジオーボちょっと食べてみようと思います。これね、熱々ですね。ペンチ、おいしい。おこの中で卵と肉ですかね、混ぜたものがあるんで、ちょっとまだ到達してないですけど、ホクホクでとても美味しいです。ムイトゴストーブ。はい、もうこの卵と肉が詰まった感じ。いただきます。これ、やっぱいいですね、この。この肉なんて言ったんですか。そぼろとはまだちょっと違うんですけど。あ、セーブルベル。もうぜひ、マリニアに来たら、マリニア野球の試合来たら、パステルジオーボ食べてください。ボセ天気褒めるパステルジオーボで、ポテトチップスといっても先ほどのように作り方をしてあげたらこう繋がってるんですね、くる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 。なのでみんなどうやって食べるかあんま分かんないですけど、そんな感じですね。これまた市販のポテトチップスと違った美味しさがあります。ぜひこちらもおすすめです。フェコメンドバタータフルータタンベア。まあ、みんなこうやって野球を見ながら、こんな感じで野球をやってる裏でこうやって、まあ、いろんなお手伝いの方が頑張ってくれて、まあ、盛り上がってるっていう、なかなかブラジルの野球も盛り上がりますねという感じです。ありがとうございました。ムイトブリガード。チャオチャオ。